はいどうも皆さんこんにちは、ピヨキングです。今日はみんなでバトルやっていきましょう。で今ねレートが4838まで行くことができました。前の動画でね、いやそこまで全然行ってなかったじゃんって言われるかもしれないけど、以前ね生放送をやった時に連勝しまくることができて、この4838まで行くことができたんですよね。だから S プラスもねどんどん近くなってきてるんですよね。ただねなんで生放送中なのかなって思って、いや何人か来てくれてるからよかったけど、やっぱねこうやって編集をねしたかったなって思うんですよね。まあねそれでも生放送中にねいい結果が残せたんでよかったかなって思います。それじゃあどんどん勝ちを狙いに行っていきましょう。これはニューマリのスキンだな、俺が一番得意なスキンですね。よし上から行くか。やった、上が正解っぽいな。なんかでこのまま右に行こう。マジかよ、嘘。なるほど、あのブロックを壊さなきゃいけないのか。ってことは P スイッチかなんかが出てくるよねきっとこの辺に。え嘘、どうやって壊れたの今。なるほど、キノコが出てくるのね。待てずるい、ずるいぞキノピオ。あはははマジかよ。なるほど、ちょっとスタートから一旦やり直して、あの上の方に行かなきゃダメってことね。よし誰か出してくれ、誰かキノコを出してくれ。もうそこ行ったら絶対取るよねキノコ。いや確かにね、協力しようぜ協力しようぜって言った人を投げてる。あ出ないの、えマジで。よし違うんだな。よしオッケー、速攻だ。で俺も行くか。そしたらゴールがあるのかな。なるほど、これは危険だな。それじゃあちょっとこれに乗っていきましょう。多分ゴールがあると思うんですけど、どうなんだろう。このまんまファイヤーボールを取っていこうか。うそ待って、これはこれはちょっときつい、これはきついな。当たっていけばいいかもしれないけど、待ってくれ、お疲れ様でした。どういうこと、うお、俺はこのまま走っていきたいけど間に合わないなきっと。あのガボンに当たっても頑張ってまっすぐ行けばよかったな。それじゃあねどんどんやっていきましょう。で今日4900までレートを上げれたら上出来かなって思います。4900まで上げれたらねあとちょっとと思うんだけど、どうせね僕のことだから S プラスになってもすぐ負けて S になり下がるっていうことがありそうなんだよね。でこれはまあいいや、羽か、なるほど羽を手に入れなきゃいけないのね。よし OK で上に行くか、上に行って飛べないのかな。うそ近いなゴール。マント取らないで走っていけばいけたかもしれない。そういえば最近ね TikTok をね始めてみたんですけど、面白いですよね TikTok。 今までね全然やったことなくて、なんか投稿したらね意外とコメントとかもね多くみんな見てくれてる方がいるから優しいなって思って、結構ねコメント来るんですよね。よしジャンプでこのまま行こうか。あーミスった、ジャンプミスか。え俺どっちだったっけ、俺はルイージか。オッケーで回転ジャンプしていく。でこのまんまカメックには気をつけていきましょう。でジャンプ OK でこれは回転ジャンプだな、危ない。でこのまま走っていこうか。よし、あ待って、そっかコイン取らなきゃいけないんだ。また俺ゴール条件見てなかったよもう。でもコインが54枚って結構あるよね。このステージアイテムもないのかな。コイン54枚は結構厳しいぞ。で上はない、ジャンプジャンプ OK でこれは回転ジャンプで飛び越えよう。そしてこれはガボンの上に1個あるね、これを、あうそガボン出すの早くない、あの鉄球。まずい、これはキノピコクリアしたな、ゴール目の前だったもんね。負けの連続じゃん、めっちゃ負けの連続。まあまあまあ楽しければいいんだよマリオメーカーって。でね質問コーナーを出す質問動画を上げたんですけど、一つだけねその中で気になった質問があったから今ねお答えしたいと思います。この質問コーナーはいつまでですかっ
って質問があったんですよね。まあ決めてないですけど、1週間ぐらいは様子は見ておこうかなと思います。まだ見れてない方もいるかもしれないし。よし、あ、待って、俺なんでジャンプしたんだ今。だから1週間ぐらいは様子を見て、お、よし、でこのまま左行く。これ死にそうだな、なんか。よし、オッケー。でキノコを取っておきたい。せめてキノコは取っておきたい。オッケー。そしてジャンプ。ここで俺は勝ったらすごくない？こんな難しそうなステージで。あ、待って、危ない。そしてこれはジャンプ。オッケー。でこのまま渡る。いいね。これ上は何もないのかな。 P を踏んだらどうなるんだろう。意味ないな、絶対これ意味ないな。よし、オッケー。で、うわ、ちょっと待ってくれ、危ないなこれ。なるほど、俺にファイヤーをくれ。ファイヤーを取られた。でこのままジャンプ、ジャンプ、オッケー、ジャンプ。で次は、うわ、待ってくれ、クッパかよ。どうすればいいんだろう。クリボーを11匹か。クッパは置いておこう。とりあえずクリボーですね。アイテムないかな。よし、出た。ちょっと待って、あれ欲しくない？このフラワー。やった、取れた。よし、それじゃあクリボーを探しに行きますか。これ怪しいんだよな、これクリボーじゃないの？違う、クリボーがどっかにいないかな。なるほど、こいつか、こいつか。よし、ピオキング条件達成したぞ。これで踏まれなければいいってことでしょ。ジャンプ、オッケー。ちょっと待って、あ、踏まれたな。いや待て、俺はここで待っておきますよ。ここで踏んでみせますよ。キノピオはどこ行った？待ってくれ。最悪、もうまあゴールできたからいいけどね。お、今度は2人かな。ちょっとね、電波状況があんまり良くないけど、2人しか集まらないな。まあいいや、たまにするタイマンってめっちゃ面白いよね。今度1、めっちゃなんかオカマみたいな顔してるけど。めっちゃオカマっぽい。くるくるファイヤーバーの城、難易度難しい。マジかよこれね。こういうのってみんなでバトル用のコースじゃないんじゃないのかな。ほら見て、めっちゃ難しそう。うわ、ずる、俺が先に行くぜ。これはよし、先に取っておきますか。待って、これはジャンプして避けたい。クソ、当たったか。ルイージもなんかめっちゃボンミスしてる。これね、上にねキノコがあると思ったけどないか。じゃあもうアイテムなしで行こう。じゃん、オッケー。そしてこれは下から行きます。オッケー。クッパがいるよねこのステージ最後に。オッケー。ってことはキノコ欲しいな。お、キノコよりもいいものがありましたよ。ファイヤーボール、その名はファイヤーボール。ファイヤーボールじゃない、ファイヤーフラワーか。オッケー。まあいいや、当たってもいい。1回、お、中間ある、やったね。で鍵を手に入れて、でまたファイヤーボール、ジャンプ、オッケー。そしてこのまま、よし。いや、いいや、まだね中間ルイージは取ってないから慌てる必要はなさそう。でここファイヤーボールでしょ。ファイヤーボールじゃねえか、ファイヤーフラワーね。何回間違えりゃいいんだって話だけど。よし、でこのまま行きます。で次はこのまま右か。オッケー。でジャンプ、ジャンプ。あはは、待って、ルイージ来たっぽいね、なんか。うわ、待って、これは死ぬのは嫌だな。ここで中間ポイントないし、ここら辺で中間ポイント欲しいな。ジャンプ、オッケー。そしてブンブン、マジかよ、ここでブンブン。ちょっと待って、ブンブントゲ出すでしょ。出さないの？嘘、今出すの？今出すの、タイミング悪すぎでしょ。ちょっとルイージに遅れを取ってしまったわ。そしてブンブンの元へゴー。次だったっけ、ブンブン。よし、あ、ルイージ前にいるわ。
ルイージ押し出そう。押し出せルイージを押し出すんだルイージを。よし、これはひどいな、ひどい作戦だけど、これは勝つにはしょうがないんだルイージを。よし、オッケー。そしてガワー最低ピオキング、最低なピオキング見た今。でもね、バトルだったら仕方ないんだよな。ああいう時絶対押し出した方がいいよね。いや、勝ったのはいいけど、タイマンだったら勝ってもあんまり増えないよね。6たったの。さっきも言いましたけど、質問コーナーは1週間ぐらい質問をちょっと待っておいて、来週か再来週、まあ来週はちょっと難しいかもしれないです、再来週ぐらいに出せたらいいなって思います。それじゃあこれでラストバトルにしたいと思います。なんか4連勝してる S プラスの人いるけど、めっちゃ強いよね絶対。うわ、最後にどうなんだこのステージは。よし、最初取っていったな。オッケー、よし、最初にスターを取っていこう。よし、これは最初に落ちたもん勝ちだ。嘘、え、誰、俺、え、俺どれ、待って、俺どれか分かんないんだけど。あ、俺勝ったうわ、全然分かんなかった。え、いつ靴乗った、全然分かんなかったけど、勝ててよかったです。これ本当にまぐれだと思う。はい、それじゃあ今日のみんなでバトルはここで終わりたいと思います。動画の途中でも言いましたけど、皆さん様々な質問くれてありがとうございました。思った以上に質問を皆さんがくださったので、少し時間がかかるかもしれませんが、必ず実写にして出しますんで、少しだけお待ちください。それじゃあ今日はこの辺で、またね。